Silent。 素敵なお二人を占いました。港さん、鈴鹿大志さんと遠野奈々さん、咽頭果歩さんです。幸運を呼ぶチャンネル、チャンネル 4U の空です。今日はサイレントの港役の鈴鹿大志さんと、それから宗さんの、友達、女友達役の遠野奈々さん、芸名は果歩さんとおっしゃいまして、本名は咽頭果歩さんを占ってみたいと思います。このお二人は、共演していらっしゃいますので、今配役の中ではそんなに出会う場面はないんですが、ご一緒のドラマに出ていらっしゃいますので、もし、お付き合いをされてご結婚された場合の画数を占ってみたいと思います。これはリクエストがございまして、このような形で占わせていただきます。遠野奈々さん役の果歩さんは本当に手話もお上手で演技力が素晴らしいと皆さんから絶賛されています。私も果歩さんの演技力には魅了されています。それではまず鈴鹿おじさんの方からいきたいと思います。鈴鹿家が24画の大大吉、24というのは、財運がもう申し分のない画数で、人と物とがついてくるという画数ですね。これは先祖になりますので、先祖からそのような財運がとてもいい家庭にお生まれではなかったのかなというふうに拝察申し上げます。それから本格の方が16画の大吉、そして外の外角の方も16画の大吉なんですが、この16というのはジェリキュンと申しまして、行動力が旺盛で自分の力で道を切り開いていくという吉運数になります。陽子鍛錬運でもあり、そしてとても人気がある画数ですね。とても魅力的な方ですので、いろんな方が、押し上げてくださるという方でございます。で、幼少期の画数が8画の吉で、8というのは努力して夢を現実にさせる大吉数です。人脈も豊富で中心的な存在感があるという画数になります。で、仕事運の方が29画の大吉で、29というのは最知運といいまして、知力を発揮して的確に時流を捉える大吉数です。29は、上昇志向がとても強いので、巨星運とも申しまして、虚栄や最知、攻撃、批判などを意味するんですね。性格が強すぎてかえって破滅を招くという暗示も、裏側にはございます。頭脳明晰で才能にあふれていらっしゃいますので、それなりの成功はつかむんですが、負けず嫌いの性格が災いして、常に競争心が煽られて落ち着くことがありません。出世欲や権力欲も強くて、自分の成功のためには、他人を蹴落とすことも厭わないぐらいですね。とても強い画数ですね。上昇志向をとても目指しますので、やはりその辺の現状に満足できにくいというですね、大きすぎる野心を持っているというところがありますね。そこをちょっと注意すれば、最終的には成功していくということになりますが、そのような画数ですね。そして家庭運の方が19画ですね。19画というのは大体強運なんですけれども、その裏にはですね、英才的なものも入ってまして、成功と失敗が常に同居しているという画数になります。知恵や孤独、発光などを意味して、吉凶両極っていうのは兼ね備えた変化数になります。とても頭のいい方でして、特殊な才能がありインテリジェンスにあふれているので、周囲からは知的でクールな印象を持たれています。天才肌の方でもございます。しかしこの数は未知の可能性を秘めているので、吉凶が常に背中合わせの変化数ということで、そうですね、油断を許さないという数になりますね。優秀な頭脳っていうのは研究者や学術的方面で活躍しますので、世渡りにはちょっとこれはあまり良くないという画数になりますが、それでも全体的にこの王子さんはとてもいい画数がたくさん持ってありますので、やはり成功される画数がたくさん終わりです。それから双角の晩年運が32画の大吉で、もう32というのはですね、多幸運といいまして、予想外の幸せが舞い込む大吉数になるんですね。人と物と金が集まってくるというですね、恩徳運というのを持っています。思いがけない幸運を見事に手にすることができるという不思議な画数でもあります。天から幸運を与えられたという数で、
不思議に運の良さがあって、困難や障壁にぶつかってもどこからともなく救いの手が伸びてきてうまく乗り越えることができます。また周囲の人からもとても好感を持たれていますので、そこからも思いもかけないようなチャンスが転がり込んでくるということもございます。こうしたような不思議な運から、本人は少し浮世離れしたところもございますが、夢見心地といいますか、そのようなところもあるんですが、幸運が周囲から降り注ぎますので、会社などの社会の中に入ってその実力を生かしていただくといいと思います。発明や発見の才能もございます。とても明るくて素直な人柄でございます。なので周囲からも慕われて愛される方でございます。それでは次に、当の七役のカホさん、陰頭カホさんを占いたいと思います。陰頭家が14画の強になるんですが、14というのは摩擦運といいまして、友達や家族との衝突が多いという画数になります。これは先祖運でございますので、直接に影響はないことも多いですね。それから本格のところが18画の吉で、18というのは人に頼らない力強い吉数なんですね。自制心を失わずに周囲との調和でさらに成功していくという画数なんですが、18というのはとてもこう勝ち気な数といいますか、自分をなかなかこう曲げられないという画数でもございます。実力運と申しまして、強い意志で目標を実現するというですね、堅実貫徹知略などを意味して、静かではあるんですが揺るぎない力を秘めたエネルギッシュな数をお持ちです。目標をしっかりと持って、またそれを実現することができるという力を持っていらっしゃいます。強情とも言えるほどの強い意志を持って自分の信念を貫くことができますので、努力家でもあり素直で真面目なんですが、思い込みが強くて物事を客観的に判断する冷静さに欠けるところがありますので、孤立することもございます。カホさんというお名前は16画になりますので、やはり16というのはとても人気運もあって容姿端麗で、そしてコツコツと努力をして自力運といいまして、行動力も旺盛で自分の力で道を切り開いていくという吉運数になります。この陰とカホさんと鈴鹿王子さんは24画が同じものがございまして、そして16画というのも同じものが2つずつございますね。そのようなところで、ご縁はとても強いのではないかなというふうに思わせていただきます。そのリクエストされた方もやはりなんとなくこうイメージ的に合うんじゃないかなという感じで、私の方にお伝えいただいたと思うんですが、やはり、その方の直感は当たっておりますね。16と24がお互いにたくさん持っていらっしゃいますので、やはりこのような関係だとですね、結構一旦出会うとですね、結構強いパワーで引きつけられていくという画数、ご縁になります。それから外角のところが12角の強ですが、12というのは、絶望運でですね、野心があだとなる強運で中途挫折に終わってしまうというものを少し持ってございますね。これは外からの画数ですので、外からそのようなことが降り注いでくるということもございます。とても繊細な心の持ち主で、それが災いしてついあれこれと考えすぎてしまう傾向にございます。思い悩んでしまって前に進みにくいという画数でもございますので、挫折を味わうこともあるかもしれないという画数を、外からですね、そのような画数をお持ちです。それから仕事運と家庭運が同じ24画の斜め同画になっていらっしゃいまして、24というのは鈴鹿家のお名前も同じですが、財運がものすごく素晴らしい財運をお持ちで、仕事をしても何をしても成功するという画数ですね。そして財運の方に人と物がついてまいりますので、財運が申し分のないという画数になってまいります。とてもいい画数を2つもお持ちですね。ここのところで、3つ24 2つと16画1つですね。で、鈴鹿王子さんの方は24画を1つと16画を2つお持ちなんですね。だから3箇所同じ画数がございますので、やはり
まあ、割と似たような、境遇だったり性格だったり、まあ、あの直感的なものもなんか結構似てる、趣味的なものも似てくるというところで、とても相性がいいですね。もしかしたら今後お付き合いがあるのかもしれませんというふうに、まあ、想像するところでございます。それから晩年の画数がカホさんは30画になりまして、まあ、30というのは浮き沈みが激しくて行動次第で吉凶の変化があって、まあ、掛け事には向いていないという画数になります。まあ、30というのは、気迷い運といいまして、何度も試練にぶつかるという画数でもあるんですが、試練、知力、浮き沈みなどを意味して、まあ、不安定な運気で、まあ、吉凶をつけがたい数とも言えます。運勢は波乱含みで浮き沈みが激しく、人生のうちに何度も困難試練にぶつかるという画数ですが、まあ、その時にうまく乗り切ることができるかどうかで、人生が決まってくるという画数です。一度運気を味方につけることができれば、そのまま波に乗って成功をつかむことができるということもございます。しかし一旦道をそれると途端に急降下して全ての歯車が狂ってしまうということもございますので、その辺のところにしっかりと足場を固めておくという必要もございます。直感力に優れて頭脳も明晰ですので、本来の自分が持っている才能を生かして粘り強く努力を重ねることができれば幸運が訪れるという画数になります。このようなところでお二人を占ってまいりました。もし、まあ、これは本当にあくまでももしでございますが、鈴鹿さんとカオさんがご結婚されるとしたらこのような画数になりますよというところで、想像にはなりますが占ってみたいと思います。鈴鹿家は24画の大大吉、これは変わりません。それから本画のところが21画の大吉となりまして、21というのはとても頭が良くて聡明で、何でも、素早く、決断して行動できるというですね、まあ、ある意味ね、とてもこう素早い、頭脳明晰な方でいらっしゃいますので、リーダー運でございます。で、カホさんのお名前のところが16画の大吉で、先ほどと同じ、まあ、人気運が利用した例でもあり、まあ、自分でコツコツと努力をして最終的にはリーダーになるという画数でございます。そして外からの画数が19画になりまして、王子さんの家庭運と同じ画数が出てまいります。まあ、19というのは悪い画数、本当は強運ではございますが、まあ、成功と失敗が常に同居しているというですね、まあ、油断を許さないという画数でもございます。これはもう外からの画数になりますね。それから27画というのが家庭運にございまして、27というのは強情運でもありますし、高慢運と申します。協調性がなくて周囲との争いが生じて、才能はあるんですが信頼を得られにくいという画数になります。で、若いうちから才能が伸びていきますので、まあ、頭脳明晰で研ぎ澄まされた感性を持っていて、若いうちから頭角を現してリーダー的な存在になるという方でございますが、自信を持つあまりに自己中心的になりがちですので、反感を買う恐れがございます。まあ、協調性を持って時には妥協も必要ですので、まあ、行動力があってリーダー的な存在になりますが、頭の良さを生かしてうまく展開させる努力をされるととても成功するという画数になります。それから仕事運が34画になりまして、34というのは神通運といいまして、実生活で苦悩と困難に苛まれるという画数でございます。とても知力に優れていらっしゃる方で、思慮深いんですけれども、そのためにいろいろと考えすぎてしまって、精神的なものを重んじるあまりに、まあ、現実にぶつかって苦悩と困難に苛まれるという画数でございます。で、そのまま自滅の一歩をたどることになってしまうような感じになってまいりますので、まあ、地道に進んでいくということをお勧めいたします。もともと才能はありますので、まあ、気持ちを明るく持って前向きに心がけていけば、まあ、対人関係においても心を開いて他人を信じるように努力していけば、まあ、成功の方にも進んでいけるというふうに思います。で、それから合計の
画数晩年運が40画になります。まあ、40というのは激変運といいまして、吉凶の浮き沈みが激しくて最終的には強運に向かう努力が強を消すという鍵にはなってまいりますので、まあ、そのような画数をお持ちでいらっしゃいます。それでは今日はお二人を占わせていただきましたが、同じ画数の波動で引き寄せの法則で引き寄せられてしまいますので、まあ、その辺のご縁がございましたらお二人はお付き合いをなさるのではないかなというふうに思っております。最後までのご視聴誠にありがとうございました。またこのチャンネルが気に入られた方は高評価ボタンと、またチャンネル登録の方よろしくお願い申し上げます。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。あなたに素敵な日々がたくさん訪れますように。Have a nice day!